完全赤字。今日もだって人件費引いてて、人件費引いたって儲けだぞ。人件費だろ。人件費だけ引けば、4名だろ。でも、1人分だろ。全然これで払えるだろ。バイトだ。俺とコウスケだろ。余るわ。ジョージおやすみ。今日はね、3時終わりだね。あ、了解。店の賃貸料金とか計算に入れないの？え？ 1 日分の？知らない。俺がそこを計算する。俺賃貸のいくらか知らないの。ここ仕入れとか経費、経費は大体今日1、2個、2つの経費あるけど、出てるのあるけど、仕入れは今日ないから。家賃も考えた。俺がそこを考えるってことじゃないでしょ、今の立場は。今日お店でも何組？ 4 組？ 4 組4名。3組4名。でも3組、4組か。え？ 4 組だよな。4組5名か。あ、違うんだ。4組6名か。違うな。4組。ケンジいらっしゃい。4組4名。でも、客単はいいよね。客単は。客単はいい。あ、客単は良くないか。誰で来てる人もいるんだもんね。4組にしては高いんじゃない今日。シフト見直せないと。シフト問題ないよ、全然。シフトだろ。何言ってんの。シフト見直せないと。シフト見直す必要。172。あ、ケツカおやすみね。よく回るね。金曜日だもんね。金曜日は時間帯やって多かったら少なくても。多分問題ないと思う。基本3名なんでね。ただ、金曜日、土曜日は混むんで、金曜日と土曜日は多いけど。次お休み。完全赤字。今日もだって人件費引いてて、人件費引いたって儲けだぞ。人件費だろ。人件費だけ引けば、4名だろ。でも、一人分だろ。全然これで払えるだろ。バイトだ。俺とコウスケだろ。余るわ。ジョージおやすみ。今日はね、3時終わりだね。あ、了解。店の賃貸料金とか計算に入れないの？え？ 1 日分の？
知らない。俺がそこを計算する。俺賃貸のいくらか知らないよ、ここ。仕入れとか経費。経費は大体今日1、2個、2つの経費あるけど、出てるのあるけど、仕入れは今日ないから。家賃も考えた。俺がそこを考えるってことじゃないでしょ、今の立場は。倒れるよ。仕入れはない。いや、今日は少ないじゃん。今日だいぶ少ないよ。昨日、だって昨日19組だよ。昨日19組で、今日4組。ある。違い。